はい、どうも。えっ、ー、と、今回はですね、えー、福岡県の、えー、どっかの小学校でですね、えー、配膳中に、配膳中に、えー、なんか、スカートの中にですね、えっ、ー、と、スマホを差し込まれたそうで。はい、そんなお話ですね。えー、で、今回、まあこんな感じかなこんな感じでやってみようかなと思うんですけど、 はい、えー、なんかですね、給食の、給食のですね、配膳、配膳なのかな給食だと思うんです,ですけど、給食の配膳中にですね、えー、まあ、えーど、ど、ど、どんな感じだろうおこんな感じですかね。えー、給食はまあ、美味しそうに見えますけど、 まあ、こ,こんな感じでですね、えー、配膳してるときにですね、えっと、スカートの下、スカートの中に、スカートの下にですね、あの、スマホを差し込まれたそうで、まあ、そうですね、多分、多分ですよ、カシャッとか言った、言ったんでしょうね。あ、取られた、みたいな。はい、えー、でですね、まあ、 ちょっと多いの撮ってるんですけど、ちょっとですね、同じのが、同じのを撮ってるのかなと思うぐらいですね、結構、割とこう、スカートの中を撮られたとかですね、割とよくありまして、もう、えー、学校スカート禁止にするとかですね、えっ、ー、と、学校の先生はあの、カメラなし携帯を使うとかですね、なんかいろいろやり方があるような気がするんですけどね、ってことで、 えー、はい、えー、なん、何にしましょうか。でまあと、あとですね、こっからは、えっと、大したお話はしないので、えー、南地区語。なんかさっき調べたらですね、えー、そうですね、福岡ってなってるんですけど、うんと、佐賀なのか、長崎なのか、よくわかんないなとこだけど、まあ、福岡だそうでっていうぐらいのとこですね、えー、 はい。私もですね、えー、長崎をですね、ぐるっとした後、あの辺は一応通ってるんでね。通ってるんですけど、もちろん通過ですよ。あの、ノン、ノンストップで通り抜けたあたりですけど。はい、えー、ま、またしてもですね、またしても、多分ね、スカート <laughs>、 はい。スカートを履かせるからですね、こんなことになるんでね。あのー、なんで、なんでバレたんですかね。やっぱ、じゃあカシャっていうのはですね、多分冗談で言ってるんですけど、カシャっと言ったとしてもですよ。あの、いや、そんなんってないからって言われたらですね、そこまでなんですけど、で、えー、 なんかですね、こう、これ系をなんか見ると、なんか自動ポールの製造がどうとかですね、結構、罪名を見かけるんですけど、学校の中だと、罪にならないとかあるのかなはい、よくわかんないですけど。はい、じゃあそろそろ切りますかってことで。はい、えっ、ー、と、学校の先生とですね、えー、スカートです、スカートとですね、えっ、ー、と、カメラ付き携帯電話もですね、えー、組み合わせが悪いよってことで、えー あの辺が揃うとですね、もう必ず盗撮の話になっちゃうんで、はい、えー、なんとか、でもまあ出来心なんでしょうね。もうついつい手に、たまたま手にスマホがあって、スカートがあって、したらですね、撮っちゃうかもしれないんで、はい。学校の先生はですね、気をつけましょうっていうことで、あなたの撮影は見られてるってことで、はい。今回以上です。